Hey, what's up? 山本です。本日お届けする動画ですが、もうすでに始まってるんですけども、 ANA の国内線タイムセールに関してなんですけれども、今回に関してはもうすでに始まってるということもあったのと、年末年始の期間除くというふうに書いてるんですけれども、実は年末年始期間でも通常の ANA の国内線の航空券よりも安く買う方法ありますので、この2本立てで今回はお届けしたいと思います。このチャンネルでは世界70カ国以上訪問経験の元部入りが私、山本が旅の情報、フライトレビューなどをお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今回 ANA の国内線のタイムセールを行うんですけども、ツイッターだとか他の動画とかもそうですけども、タイムセールやるようで終わってるじゃないですか。僕はちゃんとその後のもっと皆様方が乗りたいであろう、この時期安く乗る方法も合わせてお話ししていきたいなと思います。まず通常のこのタイムセールの概要からいきたいと思います。もうすでに発売開始しておりまして、18日までの期間販売しております。搭乗日は11月1日から2月28日までです。個人的にちょっと気になるのは、10月20何日でしたっけ、今年。要するに冬ダイヤと夏ダイヤが切り替わるのが一番最後の日曜日で、10月27から変わるんですけども、その日ではなくて11月1日からになります。2月28日まで。ただし、年末年始は除くというふうに書いております。基本にはほぼ全国対象なんですけども、一部の路線が対象外のものもありますので、この点お気をつけください。なので、以前の ANA のタイムセールもそうだったんですけども、タイムセールで該当の路線があっても、なんて言うんでしょう、その便は対象外、どう説明したらいいんだろうな。おい説明していきますね。自分でもなんて説明していいか分かんないですわ。とりあえず11月搭乗分、札幌、東京間、この金額8800円で、土日の割増がありますね、今回は。以前、土日の割増、日本航空かな、タイムセールなかったんですけども、今回は割増があります。こんな感じで金額ありまして、どうでしょうか。今回は、いつも通りって言ったところが僕の正直な感想ではあるんですけれども、極端に安いというわけでもないし、極端にタイムセールの中でも高いというわけではないかなっていうところではあります。そして今回は、ここが東京女満別の朝の便が11月1日だけ対象みたいな、そういうふうにもなっておりますので、もちろんタイムセールもすでに始まっておりますので、この表で見るよりかは実際の ANA のページ見た方が見やすいんじゃないかなっていうところではあります。あとは空席具合が実際どうなっているのか、そこも皆さん気にならないでしょうか。今、九州など見てて、宮古や石垣もあります。成田路線がなぜかこの日まで、11月の1、2、3、4、5、5までしかないっていうような状況ですね。こんな感じでちょこちょこ対象外の日もありますし、1日複数便ある中でも対象のセール便が全然ないようだとか、1日1便しかないようだとか、前だったら名古屋、札幌がそれに該当したんですけど、今回結構多いですね。以前は1日1便ぐらいしかセール対象じゃなかったんですけど、ご覧いただいている通り1日4便すべて対象になってます。ただ、エアドゥの共同運行便は対象外になっているように見えるんですけれども、もちろん日によって違ってきますし、今回のタイムセールも18日まで行っておりますので、まだまだゆっくり厳選といいますか、確認、チェックすることもできるんですけども、やはり皆さんが乗りたい日っていうのは他の皆さんも乗りたい日なので、そこにやはり集中してしまうっていうところが残念な部分でもあるんですけども、こればかりはもう需要と供給のバランスなので仕方ないかなっていうところではあります。で、12月の東京札幌間見てるんですけども、土日の割増は500円プラス、ただ便によってって感じなので、例えば一番朝早い6時15分とか出発なのかな、6時台出発の987便は土日の割増はありません。なので便によってって言ったところですので、皆さんの都合、スケジュールに合わせて購入されてみてはいかがでしょうか。特に今日に関してはどれが安いだとかっていうよりかは、もうすでに航空券の販売、昨日から始まってるっていうところもありますので、具体的にどこが安いようだとかっていうのは今回は控えようかなとは思うんですけども、なんてだって2月まで対象なので、まだ PDF のこのページ半分しか行ってないですからね。もうかなり僕も流し見でやってるので、頭の中に金額がどれくらいかっていうのはほとんど入っていない状況ではあるんですけども、こんな感じであるよと。もう金額も皆さんお調べください。なので実際に空席が今どうなってるのか、そこら辺を確認していきましょうか。例えば、これ検索はこのページからいきますね。東京から札幌の1月の連休とか見てみましょうか。1月の11、12、13。これで検索したらさすがにもう残ってないでしょうと私は今思ってはいるんですけれども、
果たしてこの期間空席は残ってるのでしょうか。ちょこっと残ってますね、こんな感じで1席とか。このフライトだったら一番安い上にまだまだ豊富に残ってます。ただ3連休でこの時間から行ったところでっていう感じになりますので、例えばプライオリティパス、来年の1月どういう状況になってるか分かりませんけれども、レストランで食事して、マッサージして、札幌向かうっていうのも全然できると思いますし、でも本当に1月の段階でどうなってるんでしょうね。そこがちょっと見通しがまだまだ立ってないところではあるんですけども、仮にこの便選んで、袋、さすがに午前中しか空いてなさそうですね。空いてたとしても。これがもう発売から2日経った状況です。これ。ただですよ。普通にこっちでも安いと思いますけどね。12,290円。で、タイムセールなんかコロナ前ほとんどなかったような記憶あるんだよな。時々1年に何回かあるぐらいで、こんなね、毎月行うようなもんじゃなかったですよね。例えばこの便選んだら、袋はスーパーバリュー75、75日前までの運賃ではあるんですけども、2880円。で、マイルもこっち50、75%積算になりますので、4000円違いますけれども、次回のセールまで待とうとか言ってたら、そのうちに空席なくなっちゃうので、それだったら全然これでいいんじゃないかなって個人的には思っておりますので、必ずしもスーパーバリューセールにこだわる必要はないんじゃないかなと。これが1枚も2枚も変わるなら別ですけれども、3000、4000円しか変わらないっていうところもあって、次回のセール、1月であればおそらくもう1回やりそうな感じではあるんですけれども、その時に便が残ってるという保証がないので、やはり個人的には早めに買った方がいいんじゃないかなっていう気がします。他の路線でも見てみましょうか。他の路線で、そしたら東京から沖縄見てみましょう。このパターンでも同じ3連休の日に覗いてみたらどんな感じなのか、そこを確認していければなと思います。やはり連休中皆さん考えること同じですので、こういったのも早め早めですよね。これもでも夕方の便空いてるので、これでもいいというか、これしか選びようがないので、ただ他のフライト、例えばスーパーバリューで3万とか、それだったらちょっとなりますよね。1万8000円でもう、でも便での都合上仕方ないのかな。マイルある方は特典航空券発券するでも全然いいと思いますので、例えば一番安いフライトで検索かけてみて、袋がどうなっているのか、これ今見てるのは3連休、土日月のパターンです。やっぱ朝の便しか行けないよね。でも逆に一番遅い便でこれだけ満喫して往復3万ってなったら、悪くないんじゃないかなっていうところではあります。他の旅行会社の商品とか選んでも、やはりこういった連休は、失礼いたしました。これ余計なもん入ってますね。3万3000じゃないですわ。これかな？区間2のこれ余計なもの入っておりますので、これ覗いてください。なので2万5000円ぐらいですよね。2万5000円ぐらいで往復できるんだったら3連休ですよ。しかも3連休でこれぐらいだったら僕は全然ありなんじゃないかなっていう気がしますので、先ほども言った通り、必ずしもこのセールの金額が全てではないと思いますので、特に連休中ですよ。連休だと土日。平日動ける方であったら全然待ってもいいとは思うんですけれども、平日動けない、カレンダー通りの休みしか取れないよって方は、これぐらいの差額だったら全然不セール運賃じゃない、通常のスーパーバリューで取ってしまってもいいんじゃないかなっていう気がします。ちなみに東京石垣はこれ入ってないのかな？ 1 月は。1月の石垣路線はどうなってるのか。入ってないですね。今石垣で見たんですけども、袋しかセール対象じゃないので、こういった便も設定されておりますので、お気をつけください。ただスーパーバリューの75にはなりますけど、その運賃でこの金額だったら、もちろんこの1月の石垣シーズンオフですけれども、全然悪くないんじゃないかなって個人的には思ってます。ここら辺削除しないと次に進めなくなっちゃいました。削除削除で、もう一回検索し直しましょうか。これで東京石垣の袋が1月13、往路が11。なので、往復で、そんな、あれ？さっき違うの見てたのか。ごめんなさい。さっき私1万4000で、あれ何だったんですかね。大変失礼いたしました。東京石垣の土曜日見たら、スーパーバリューで3万とか2万とか、これだったらちょっと躊躇しちゃいますよね。さっきの金額1万4000円ぐらいだったら買いだとは思ったんですけども、あれ自分どこ見てたんでしょう。全く記憶ないです。申し訳ない。なので石垣はやめておきましょうか。宮古にしておきましょう。宮古だったら1月の連休はセールにはなっ
ってるはずなんですけども、まあ、ですよね、ですよね、満席ということで、やはりこういった離島路線とかもそうなんですけれども、普段値段が高いところはマジで早めに取らないと、2日経っちゃったらもう余裕で満席ですよね。もちろん2日経たなくても開始の少しの時間帯で満席になりがちですので、本当に特に連休中は日付変わった0時タイムスタート、タイムセール始まりますので、その時間でなんとかしないとって感じですよね。直行便選んだらこの金額ですよ。これで宮古は高いかな。沖縄の那覇経由だったらもう少し安くなるとは思うんですけれども、そうすると時間も手間もかかっちゃいますが、これです。連休中は仕方ないっていうところもありますので、先ほども言った通り、本当にもういち早くですよ、ライバルはいっぱいいますからね。皆さんが3連休旅行したいと思っていることは、他の方々も同じことを思っているわけです。すなわちライバルが増えますので、もう本当にライバルに打ち勝つには、もう早め早めの行動、これしかないです。0時になったらもう始め、スマホ、パソコン、タブレット、家族の協力、もういろんな体制でやっていかないと、3連休だとかそういった時の安い運賃っていうのは取れないと思ってた方がいいと思います。もちろん人気のあるところからそのような傾向になりがちですので、普段行かないんだよなっていうところにスポット当ててみても全然ありなんじゃないかなっていう気がします。試しにどこか調べてみましょうか。これで調べるとうちが人気ないみたいな、そういうふうな思われ方されちゃうかもしれませんが、お許しくださいませ。とりあえずじゃあ羽田選んでも適当に言います。今僕画面見てません。画面見ずに、ここ、奄美、チョコビない。もう一回いきます。次は、まず今は画面見たいですかね。適当に選んで、ここ、札幌、いや、人気あるわ。次は、このことなんならね、最初から見て、そこにお勤めの方には申し訳ないけど、ここ、みたいな感じの方が良かったかもね。これでどうでしょうか。福岡、なんでこうもメジャーなとこばっか出るんですかね。ここ、なんで成田、羽田から成田、便ないわ。ああ、もう、なんか嫌になったよ。次、幹線路線だとか、直行便がないところ出たら、もう直接名指しで行きます。ここ、青森、便ない。 JAL ならあるんですけども、そしたらどうすっかな。じゃあ岩見空港にしましょうか。なので萩岩見空港付近の方申し訳ないです。多分ここだったら3連休空いてるだろうというふうに僕が推測をして検索をかけてみたいと思います。もう一度言います。この近辺にお住まいの方は申し訳ございません。あら、意外に午前中の便がないですね。午後はあるんですけども、仮に午後の便を選んだとして、で、袋の便はスーパーバリューセール、果たして空いてるかどうか。もちろん必ずしも空いてるというわけではありませんし、このタイミングで袋便の選択進まないという、もうお前は調べるなということでしょうね。そういうふうに思っておきます。じゃあここからは年末年始のお話ししましょうか。もう完全に今フリーズじゃないですけども。なんで？もう一回 ANA のページに戻りましょう。ネットに接続されてないだと？回ってきた。じゃあここからは年末年始のお話ししたいと思います。例えば東京から札幌、年末年始行きたいよという方、今回のタイムセールは12月27から1月5日搭乗分は除くというふうに書いております。しかも今年曜日の並びがいいので、例えばマックスの日程で見てみましょう。28から1月5日、この日程で東京から札幌調べてみると、どれぐらいの金額が出るのか。セールは対象外です。おお、高えなー。高えなー。高えなー。見てください。一番安くて、片道3万です。しかもこれ往復で買わないとこの金額になりませんから、一旦は往復なしにして、通常のスーパーバリューの一番安いのが3万1940円かな。ですね。3万1940円なので、仮にこの瓶にしましょうか。この瓶を選んで、袋の選択。おそらく袋も同じぐらい。ちょっと安いか、袋は。袋はちょっと安いんですけども、もちろん、セールの運賃はございません。一番安くてこれかな。2万5440円。ですね。この金額、あと朝一の便。なので、通常、この金額かかります。5万7380円。これが、お盆、じゃないや、年末年始の休みのドピーク、9連休ぐらい取れるんでしたっけ、今年。28から5日ということで、これで取った場合、普通は5万7380円します。そして今回、皆様方に紹介するのは、これです。中国サイトで日本国内線のタイムセールを行っております。
これを使うとちょっと安く、必ず霜っていうわけじゃないので、今適当な日調べましたけども、これでもしこの日空いてなかったり、これより高かったらごめんなさい。実際こっちの中国サイトだと年末年始も対象なんですよ。中国は旧正月文化だっていうところも関係しているのか、このタイムセールに関しては5500円から、ただどの路線がっていうのはちょっと調べてみないと分からなくて、僕が調べた結果どこか分かんなかったです。前だったら北海道内の路線だとか、あとは東北路線、東京から秋田とか、そういった路線が一番安かったんですけども、今回はその限りじゃないので、正直僕も調べようがなかったです。そして中国サイトの場合ですと、9月20日までタイムセールを行っておりまして、搭乗期間が11月1日から1月17日までになります。今回の国内線は11月1日から2月いっぱいまでということなので、中国サイトが少し短め、1月下旬以降中国旧正月があるので、その関係かもしれないです。そして予約クラス K クラスということで、積算率は 30% になります。なので国内線のタイムセールの運賃よりもマイルの積算の率、あとはプレミアムポイントの積算の率低くなっておりますので、この点お気をつけください。あと日本のルールと違うのが変更払い戻し不可、まあ、変更できないのは国内線のタイムセールも同じなんですけども、国内線のタイムセールの場合は払い戻し実はできるんですよね。ただ中国サイトから購入した場合は一切できません。あとは積算率も 30% ということで、タイムセールの日本国内線、日本発券のものよりもここの部分は低くなっております。お気をつけください。あとスカイコイン使えません。通常の ANA の国内線のタイムセールであったり、こういったスーパーバリューとかもそうなんですけども、そういったのはスカイコイン使うことができるんですけども、中国サイトから購入する場合はスカイコイン使えません。この点お気をつけください。それは実際に調べてみましょうか。もう一度言いますけども、この時に今適当な日付でやっちゃったので、もし安い運賃がなかったらごめんなさい。まあ、多分あるとは思うんですけれども、28から1月5日、もうこの日付で検索をかけてみたいと思います。ちなみに中国サイト、購入の方法はもう日本語で全部できますし、支払いの通貨が円じゃなくて中国元に変わるだけで、ほとんど先ほど言った注意点以外は同じですので、そんなに難しくないと思っててください。で今回の便は16時発の71便、まず同じ便やりましょう。16時発の71便。そして復路が5日の21時35分発の988便ですね。まずこれを選択。まずこの便、あ、もっと安い便あるじゃん。こっちにしましょうか。まあ、ちょっと遅くはなっちゃうんですけれども、このもともと予約した便よりも安い便がありましたので、仮にこの便を選択します。そして、フクロウのフライトが、もともとは21時35分の988便だったんですけども、安いのは同じかな ?988 便ですね。これを選びます。そうすると、2420元というふうに出ました。だいたい今、1元が20円ぐらいになりますので、この金額を日本円に直すと、合計金額が4万8000円ぐらいです。およそ。およそ4万8000円。5万7308円。見てください。どうでしょうか。値段だけ見たら1万円ほど、9000円ほど安くなっておりますので、これなかなかすごくないですか。もちろんこれ今年末年始のフライト見てるのでこの金額ですが、他の日付だったらもっと安いです。ただし他の日付だったら普通にこの ANA のこっちのタイムセールの方が安いことが多いですので、個人的にはこっちの方で予約した方がいいんじゃないかなっていう気がします。一応安く買いたいよって方は中国サイト並びに日本サイトどっちも比較してみましょう。なので今仮に比較してみた5万7308円これですが、あ、仮に便を同じにしてみましょうか。同じ便にさせたらフライトの金額どうなるのか。今回一番安い便を選んだんですけども、16時出発のもの、そして袋が同じ便ですね。これを選ぶと2705件になります。計算するとだいたい5万4000円弱になりますので、まあ、それでもこっちよりも安いですよね。なので少しでも安く行きたいよって方はぜひ中国サイトも覗いてみてください。 ANA の国内線のタイムセールに関しては皆様方が一番使いたい年末年始が対象外です。ただし中国サイトになると年末年始も OK ですので、結構値段変わりましたよね。さっきマックス9000円ぐらい変わりましたので、9000円あったら現地で例えば北海道の場合だったらもうジンギスカンにお寿司にとか本当に美味しいものを9000円分浮いたお金で食べるって考えたら、もうただただ幸せでしかないですよね。次沖縄検索してみましょうか。沖縄の場合は果たして金額どうなるのか。なんかまたインターネットの接続が悪いのかな。あ、ようやく来ました。まずは東京から沖縄、
これを往復で12月の28、そしてフクロウ1月5日、これで検索かけてみましょう。で、一方、中国サイトでも全く同じ日付で検索をかけてみました。まず日本サイトの方から見てみましょうか。日本サイトの場合はスーパーバリューでさえもうこれほとんど空いてないですね。遅い便しか空いてなくて、一番安いのがもう往復で買ったこれです。あ、まあ、さっきその往復で調べてなかったのこっちのやつでやったので、往復だったらまた買うかもしれないですね。大変失礼いたしました。そしてこのスーパーバリューのこれが消えないので、一旦トップページに戻ってもう一度やり直しましょうか。その前にさっきの札幌のやつ、往復スーパーバリューで買ったらどうなるのか、ここを検証してみましょうか。さっきはマックス9000円変わったっていう話させていただいたんですけども、まあ多分そこまで変わんないんじゃないかなっていう気はするんですけれども、今適当に便選んでみて、一番安いのがこれなので54,590円で、さっき見た中国サイトの最安が4万8000円ぐらいだったので、やっぱりこっちの方が高いですよ、日本の方が。なので、もし年末年始にどこか国内行きたいよって方は、中国サイトを覗いてみてください。そっちの方がやはり安く買えることが多いです。次に沖縄のパターンで検索かけてみたいと思います。沖縄ですとご覧いただいている通り、結構高いのしか残ってなくて、まあ、この便にしましょうか。往復バリューで見てみたいと思います。いずれにせよ、袋もセールの運賃は対象外ですので、これ往復バリュー選ばない意味がないですね。よくよく考えたら。こんな感じです。6万5250円の往復になります。海外行ける。そして中国サイトで見てみましょう。行きが16時25分、16時25分。こっちもこっちも安いんだ。不思議ですよね。日本サイトと最安値が違うっていう。まあ、仮に最安値を選んだ場合は2890中国元になります。なので日本円でどれぐらいかというと5万7000円ぐらい。あれ？ 5 万7000円？ああ、安いか、それでも。これですね。6万5000に対して5万7000円なので8000円ぐらいは安くなっております。次に全く同じフライトで見てみましょうか。全く同じフライトが16時25分。そして帰りがこれで、ん？ 3231？ なわけ。あ、いいのか。3231なので、日本円でどれぐらいかというと、およそ6万4000円です。まあ、ほぼ変わらないですね、これだと。で、マイルの分考えたら、それだとこっちで買った方がお得かなっていうところなので、まあ、正直皆さんが期待しているほどの安い金額はやっぱり出ません。これはもう需要と供給のバランスで価格がコントロールされているというふうなこともありますので、ここばかりはもうしょうがないかなと思います。もうとにかく早くこの発売、安い運賃が発売された瞬間に取るだとか、それぐらいのことしないと多分難しいでしょうね。まあ、そもそもの設定額が安い金額で設定しないので、やはりこういった繁忙期に皆さんが期待しているような1万円とかっていうのは正直無理だと思ってください。特典航空券でなんとかするしかないです。必ずしも特典航空券枠が埋まってるというわけではありませんので、もし年末年始に安く行きたい時はもう特典航空券でもううまく駆使するしかないですね。こればかりはやはりもう需要と供給のバランスでもう何回言うかわからないですけども、仕方ないところではあります。次に、以前だったら東北路線が安かったので東北路線調べてみます。で、秋田の場合で今調べてみましょう。一番早いフライト、そして袋の便もまあ一番早いやつになっちゃうんですけども、これで34,560円です。で、一方中国サイト、朝一の便、帰りも朝一の便、ただ帰りに関しては朝一じゃない便の方が安い。ちなみにこの同じフライトで選ぶと2128元になりますので、日本円で4万2000円です。で、一方こっちだと34,560円なので、日本サイトの方が安いですよね。で、先ほどもちょろっとお話した通り、必ずしも中国サイトが安いというわけではありません。大半の場合は中国サイトが安くなることが多いんですけども、今秋田で調べましたけども、こういった例外も生じてしまいます。で、最安値で調べてみると1732元、日本円でだいたい34,500円ぐらいになりますね。ほぼほぼ同じ金額ですよね。日本サイトの場合はこの遅い便は安くないんですけども、こんな感じで値段がばらつきが出てきます。全部のフライトが安いというわけではないんですけれども、一部の路線に関しては中国サイトの方が安くなっておりますので、この部分皆さんも気をつけて購入検討されてみてはいかがでしょうか。先ほども話した通り、中国サイトとの違い結構ありますので、この部分はお気をつけください。一旦そのページに戻りましょうか。中国の、これかな。ここのページに書いてるんですけれども、
変更はできないのは同じですが、払い戻しができません。日本国内で買うものに関しては、まあ、失礼しました、これ中国のあれですね、国際線見てました。払い戻しできませんのでお気をつけください。で、マイレージの積算も 30%、 スカイコイン使えない、これぐらいかな注意点は。それ以外は基本的に日本で買うのと同じです。発券の手順も先の中国サイトから次へ次へで進んでいけば、日本のクレジットカードで購入することも全然できますので、普段日本の国内線を日本サイトから買うのとほとんど同じ流れになっておりますので、この点皆さんも検討してみてください。もちろん全部の路線がいくらかっていうと調べるのにはものすごく時間かかってしまいますので、省略はさせていただくんですけども、これで大枠分かりましたよね。日本国内線のタイムセールやってるんですけれども、 ANA の国内線、日本発券のものは年末年始は対象外です。一方中国サイトのものに関しては年末年始も OK になっておりまして、ただ今だったら確実にこっちの国内線の日本サイトで買った方が他の日付であれば安い可能性が高いです。なので中国サイト使う使わない関係なく、もし皆さんが ANA の国内線の航空券検討されている場合は検索かけてみてください。もうここにたどり着くのもこれです。これを中国にするだけなので、まあ、例えば、まあ、上海とかにしましょうか。上海 PVG 全部消した。 PVG でこれ出てきますので、ここから日本語 Go で選ぶと中国サイト飛ぶことができます。何も難しくないので、皆さんもぜひこのやり方で比較してみてください。それでは今回の動画は以上になります。まだまだ ANA の国際線、日本航空の国際線、特典航空機のキャンペーンなどなど、この数日間いろいろとありましたので、また今後も動画作っていきたいなと思います。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際の日は皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。 Twitter、Instagram フォロー回してよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。